それじゃまた会おう。この辺で撮ろうぜ。いいね、ここで撮るよ。はい、撮ります。いい感じ。あ、どうも。どこまで行くかい？風が気持ちいいね。そうだな。どうも、帰り道もよろしくね。飲み物でも買うかな。この辺で撮ろうぜ。いいね、ここで撮るよ。じゃあ撮るよ。お、いい感じ。またマーグに首相が来たって？仲がいいね、あいつらは。つっても意味なく来るわけねえだろ。何があったんだと思うぜ。何買おうかな。それじゃ、また会おう。あ、この階段は上がった先だそうよ、ビビアン。あら、ずいぶん遠いわね。店を目指している人が多いな。ドレス、さすが盛況だな。真っ先に見ておいてよかった。
待ち望んでるんだね。王子にも存在感が出てよかったな。泊まれる場所はっと。
この時間帯は街全体が綺麗だな。なんかちょっと寂しい感じするけどね。様のドレスのお店はどちらでしょうか。この通りを官邸の方へまっすぐです。でも人が多くてなかなか見えませんよ。あら、そうですか。覚悟して向かいますね。嬉しそうだな。ルナ・フレーナ様ってやっぱすごい。改めて実感させられる。さて、今日は何を食べに行くか。やはり値が張るな。味が気にはなるが。あ、戦わなくて済むって安心。やっぱり人いる。あのドレスか、見事だな。みんな楽しそうだ。顔がなんかこう幸せそうでさ。ああ、ルナ・フレーナ様、ご無事でよかったね。こりゃ、もう一回しっかり平和の象徴にならねえとな。面倒はさっさと済ませて、式のあたりからやり直そうぜ。それがいい。考えとく、ちゃんと。
よく来てくれたわね。どうも。早速だけど。挨拶に出向いてくれて感謝するよ。ルシスの王がいらしてるとあればね。天主が何も教えてくれないものだから、ご本人をここにお呼びしたの。私が今知っているのは一応あなたが王だってことだけよ。あんたはカンナギを保護してると言ったな。あんたらにとっても危険じゃねえのか。あら、帝国との関係を気にしてくれるの？属国とあれば立場は弱いわ。彼女がどうなるかはあなたたち次第よ。こちらも質問させてもらえるかしら。カンナギは水刃を起こして何をするの？啓示の準備だ。俺が水刃の力をもらう。それが聞きたかったわ。神が王に力を与える。でも簡単に受け渡されるものかしら。私はここで騒ぎが起きるのを心配しているの。ルシスでも巨神の一件があったわね。何が起きたか教えてくれる？巨神が王様に力をくれたんだよ。神話の通りということね。それを恐れてか帝国が軍を動かそうとしてるわ。つまり騒ぎは免れない。おそらく戦争になるでしょう。でも神様だろうと帝国だろうと、うちで戦争されては困るわ。けど神様じゃ仕方ねえよ。じゃあ町への被害も黙認しろと？全部守ればいいだろう。理想的ね。でも現実的ではないわ。具体的に話しましょう。それじゃあ取引の話をさせてもらうわ。市民の避難に手を貸して。でなきゃ儀式はさせられない。仕方ねえな。協力するわ。素直ね。よかったわ。それならここで儀式をすることにも文句は言わない。あともう一つ、儀式以降の面倒は見られないわ。あなたたちで何とかしてちょうだい。ああ、任せてくれ。あとは自由にやる。ありがとう。悪いわね。飛空艇に立ち向かえる兵なんて世界を見回してもなかなかいないわ。取引については以上よ。市民の避難と帝国の相手、一通り条件は理解できたかしら。
ああ、共闘の契約を結ぼう。共闘？言うわね。ええ、こちらもカンナギの保護に責任を持つわ。それとないとは思うけれど、私はアコルドの首相、市民に被害が及ぶならその時はカンナギも王も切る。わかってるでしょ、首相が守るべきは決まってるわ。俺もそうしていいのか。上に立つ者として誰にでもいい顔はできないでしょ。犠牲者は出さねえよ。へえ、面白いこと言うわね。少し父親とは毛色が違う。どう転ぶかしら。首相、お時間です。市民の避難に必要な人員は3名。人選は任せる。帝国軍の情報を伝えておくわね。今回は飛空艇4隻、最大規模になるわよ。あなたと話ができてよかったわ。お互い全力で臨みましょう。ああ、面倒見らんないものは見ないよ。ああ、やけに正直に話してたじゃないか。若いなと思ってね。王様もカンナギも、レギスが死んでクリスタルも取られて、カンナギの前任がやられてからもう何年になる。帝国はこの十数年でどんどんおかしくなってる。儀式の間の行動についてだが、水陣を帝国軍の攻撃から守る必要がある。とはいえ王様も力をもらう前だからな。俺たち3人は避難誘導だしね。ああ、できるとしてもせいぜい水陣の支援程度だ。ほう、支援だろ。敵は巨神の時と同じく水陣の動きを封じに来る。あの時突き刺してたアンカ、もしあれを外せるならだいぶ有利になるだろう。なるほどな。だが無理はすんなよ。啓示ができなきゃ話にならねえからな。臨機応変に判断してくれ。ああ、分かった。何かあれば海の底に捨てるって話なら奴らも言うことを聞かざるを得ないからね。ちゃんと保管してあるわ。カンナギ本人より厳重なくらいよ。わかりました。では逆鉾は祭壇で受け取ります。ああ、帝国兵の監視がつくことをお忘れなく。はい。気分は悪いだろうけど、儀式がしたいなら我慢することね。ありがとうございます。全部終わったら行動の制限はないし、うちで保護はできないわよ。分かっています。
そろそろ時間ね。演説頑張ってちょうだい。演説の会場には着いた？ああ、作戦忘れんなよ。そっちもな。もちろんだ。すげえ人、こんなに集まってんのか。皆さん、これから発する私のメッセージが全世界の皆さんに届くことを祈ってやみません。世界は今光を失いつつあります。このままでは世界は闇に覆い尽くされてしまうでしょう。闇は人の心に争いや悲しみを生むのです。ルシスで起きた悲劇、停戦協定を結べず多くの人々が命を失った、あの日の悲劇のように。ルーナ、でもどうかご安心ください。私たちには大いなる神々のご加護があります。闇を払い、星々の光をよみがえらせ、世界をお守りくださる神々の道からがあるのです。私はここオルティシエに眠る荒ぶる水神リヴァイアさんの道からをお貸しいただくために参りました。私はこれから水神との対話の儀に臨みます。そして今ここにお約束します。カンナギの誇りにかけ、世界から闇を払い、失われた光を取り戻すこと。力も見えてる。揚陸艇に近づけそうな高台を目指せ。すぐにそっちの港に入ってくるぞ。ああ、そっちを頼んだ。うん、任しとけ。始まるんだね。
我が名はルナ・フレーナ、カンナギの血を引く者、水神リバヤさんよ。王に聖石の力を迎えるためどうか受けを。選ばれし王は星の闇を払う。それはお前も承知だ。人はその慈悲ゆえに神を崇め、神は人に慈悲を与えてこその神。Oh!
ントが先にそっちに向かっている。あ？お前らは下で待機する。あれは二人しか乗れない。飛び降りて。はあ？いいから早く。だよ。うわっ。どこ？帝国軍の武器を借りた。これで水陣に近づこう。マジか。うわっ、来た。任せろ。で、できるだけ近づくよ。あとはノクト頼み。分かった。倒されるまで認めねえってことかよ。じゃあいいや、君が私の触
クリスタルも取り戻すよ。いっ早く来いよノクティス様。
ノクティス様。ルーナ。ここにいらしたんですね。うん、ルーナも。もう一度お会いできるなんて、思ってもみませんでした。え？どうして？私は、もう…カンナギの使命を終えたから。終わっても一緒にいられるでしょ。神々はノクティス様の力を認めました。そして指輪もあなたの手に戻ります。皆さんのところへ戻られたらテネブラエをお尋ねください。たくさんの花がノクティス様をお出迎えしますから。ルーナは？あなたが会いに来てくださったこと、私はそれだけで十分です。心細くなってしまったら、私を思い出してください。これからは少しだけ離れた場所からあなたのことをお守りします。さようなら、ノクティス様。おはよう。二人に知らせてくる。
少し時間がかかるが。怪我したのか？大規模な戦闘だった。仕方ないさ。ルーナは？亡くなられた。アンブラがそれを。Thank you.